おはようございます。大木です。今日は日本江戸川 KC センター会長、三田茂先生のインタビュー動画をお届けいたします。今回シーズン3の2本目ということで、今回のシーズンのメインテーマはフィジカルリーディング、病気の治療法、健康法、あるいは美容法までをも含めた 基本的には肉体に関するアドバイスがなされたものなんですが、これに関して前回1本目のインタビュー動画では、三沢田先生から、そもそもこのフィジカルリーディングというものは、KC さんが残されたリーディング全体の中でどのような意義を持ったものなのかということ。そして、現代に生きる私たちがこれをどのように応用させていただくことができるのかということ。 自分自身あるいは周りの人の病気治療、健康維持、美容といった部分でもちろんケイシーさんに直接リーディングを受けてアドバイスをもらうということはできないけれどもこの残された情報をどのように調べ、紐解き自分たちに応用していけばよいのかという基本的な考え方を教えていただきました。で、それを踏まえて今回はですね その9605件という膨大な情報が残されているフィジカルリーディング全体から導き出された病気治療あるいは健康な体を維持していくための原則を教えていただきました。KC 療法の原則として4つの柱があるんだよということ。そしてその後に この4つのうちの1つでもある食事について基本的な部分でこういうものを食べない方が良いそしてこういうものをこういう食べ方で食べると良いというアドバイスが多くなされていたよというところを教えていただきましたので是非皆様も一緒に学んでみていただければなと思います。 動画の最後には僕なりのポイントのまとめ、考察所簡、次回予告までお話しさせていただきます。ぜひ最後までお付き合いいただけますと嬉しいです。それでは早速三津先生のお話お楽しみください。どうぞ。はい、えー、それでは今回は前回の続きでフィジカルリーディングなんですけれども、まあ、現代にも応用できるということで、その基礎になっている部分で、 ケ江戸川慶子のフィジカルリーディングを自分とかねあるいは知り合いの誰かにね適応しようとした場合にまず最初にやるのはね多分よその人がね起こしている症状が江戸川慶子のリーダの中に載ってるかどうかはまず調べるんですよ。で私の場合はね一番最初にやったのは片頭痛だったんですよ。変頭痛調べるでしょ でそうすると偏頭痛は当時はね治しようがなかったんですけどねね偏頭痛についてのリーディングを調べるとブワーッとな出るわけですよ。でそうすると「ああ偏頭痛はね頭痛いけども実際の原因は大腸なんだな」と。で大腸を洗う腸内洗浄すれば偏頭痛はだいぶ解消するよと。で自分もやってみるでそうすると私はそれで偏頭痛がね、えー、治るわけですけどもまずは自分が関心を持っている病気に関して。 のがどういうい情報を残してるるか調べるこれを多分ね、はい、皆さん最初にやるんです、はい、でこれもちろんね重要なやり方だけどもある程度ねそういう研究の仕方をすると今度ねこの9,605件全体をぶわっとこう調べるようになるんですよ。でそうすると何が分かってくるかというとおお江戸川慶心は人間の健康状態についてはこういう視点で判断してるんだなということが 見えてくるんですよ。で、それはもうね、江戸川京市が亡くなってしばらくのうちに、京師財団でね、何人かの研究者がずっとこう調べていった結果として、ある原則を見出したわけですよ。その原則のことをケアと呼んでる。で、ケアって何かというと、あるね、柱の頭文字なんですけどね。まず江戸川京市はいろんな病気をね。 これは、ね、循環にトラブルありますよとその時にはこういう治療をしたらいいよとあこの人の場合には食事が正しくないねとこの場合にはこういう食事をした方がいいよとでそういう具合に大きな柱が見えてきてその頭文字 CARE を取ってケアと呼んでるんですよ、はい、まず C はサーキュレーションサーキュレーション、はい、これは血液リンパの流れそしてもう一つはね神経も K C は あのサーキュレーレションに入れるんですよ循環にねでこれにトラブルが生じていると、えー、病気を起こすよと次は A というのはねアシミュレーションでこれは、えー、消化そして同化吸収までね入るんですけどもでそうすると、まあ、平たく言えばね食事療法なんですね、えー、この人は、えー、これは食べない方が良いで、ね、これを一生懸命食べた方が良いよというそういうアドバイスがあるんですよ。でそれらが A というところね、まあ同化吸収と言われるところ。 そして R, R はレストとか、ね、リラクセーションと言われるんですけども急速休,休眠、ね、で急速、えー、休,休眠が足りてなくて病気を起こしている人の場合にはこういう急速休眠を取りなさいというふうな指示が出るんですよ。<music> そして一番重要なのは最後の E というやつだよね。E はエリミネーションの頭文字で、はい、これは老廃物の排出ですよね。はい、毒素排泄でここにトラブルがあると ねえー、いろんな病気を起こすので排泄のトラブルある人の場合には KC 療法ではねいくつか定番のものをすることになっている。でこの4つをうまく組み合わせてさまざまな病気の治療にあたっているということが分かったんですよ。なので KC 療法の原理というのはねケア CARE というふうに我々もね生んでいてなのでそういう、ね、視点を私たちは持つことができるんですよ。 はい、で私もねいろんな相談を受けますけども時にその人のね今食べてるものが大丈夫かどうか聞くあそしてね循環が大丈夫かどうかね、えー、確認するよく寝てるかどうかね確認するそして排泄がうまくいってるかどうか確認するそしてどこかに腸があればそれに対してはじゃあこういうことをしてみたらどうですかというふうなアドバイスをしてみるんですよ。でそそそううするるとと、ね、れれがうまく、うんうん、組み合わされると少しずつ、ね、その人たちは改善していく なのでこれがね軽視療法の、まあ、原則みたいなものよねで。これはね9,605件全体をおまとめて研究することによって、まあ、導き出された法則でねなのでこれを知っていれば軽視のリードの中には特別な、ね、情報はないけども応用を利かしていろんな、ね、病状に対処できるようになるこれが重要な考え方でね。でまあ有名なのはね 排泄にトラブルがあった場合に、まあ、これが一番多いんですけどね、はい、え、経医療法ではひま臭パックとか、はい、あ,あるいは腸内洗浄とかね場合によって首出しサウナとかね、はいえー、そういった方法によってこの排泄を改善していくでそうするとねそれでかなりの人が改善をするのでねなんか経視療法の定番のねこれは排排毒素排泄にあるんですよ。はいまあ、とにかくね療法の柱は ケケアアと、C A R e、ケアだと。C-A-R-E、だで、それぞれに対応してまあ、KC 療法なりのね、治療法があるあとよくね役立つのは循環にトラブルがある時には循環にトラブルがある時には軽視、はい、療法ではオイルマッサージをすることが多いですね<ー>オイルマッサージ、はい、あと神経の流れが悪い時にはオステオパシーとかねカエロプラクティックとかね生態を進めたりする、はい、食事にトラブルがあればもう軽視の定番の、ね、食事療法があるし 急興味にトラブルがあれば、まあ、ちょっと変わった方法ですけどね軽視療法の中にいくつかありますからねで、うん、そういったものをうまく組み合わせるとかなりのものもが、ね、改善する以下の部分ですね、うん、そこがすごくまあ重要だっていうところが、うん、初めて知った時に、うん、まあ当たり前って言われてしまえば当たり前なんですけど、うんうん、なんか目から鱗というかもう入れるものばっかりに結構。 何かを食べれば良くなるとか、<ー>なんかこういう栄養が必要だっていうイメージがあったんですけど、うん、そこはその当時もやっぱり皆さんあまり注目してなかったんで。あ、そうよね。なのでね、排泄が重要という考え方は江沢民さんの時代にはもうほとんどの人は考えてなかったね。なのでね、さっきも出たねアトピーとか感染、はい、これなんかもね排泄がとても重要でね。だから腸内洗浄にすることによってね。 相当に改善する人も多いんですよでも今でもねほとんどの皮膚科ではそういう考えを持ってないですからねだから当時もそうだけども今でもね排泄の重要性というのはあ,あまりねケイシーのリーダーが強調するほどには認識されてないほとんどのパターンでまあ、排泄とかっては出てくる出てきますあ,<ー>あと出てくるのはまあ食事療法はほとんど出ますね、はい、多くの人がね <laughs> 不適切な食生活というかね軽視療法的に考えて望ましくない食生活になってる場合が多いのでねもしよろしければその基本の部分だけでも<お>まあ何を食べていったらいいのかあ,<ー>あるいは食べない方がいいのかっていう部分ですね、うんうん、簡単にでも教えていただければと思 <laughs> そうねそうねはい大きなねくくりで言うと、はい、自分の体を弱アルカリに保つような食事をね自分の体質をね まあ、血液は pH が7.4にきっちり合うようにはね調整されるけどもそれを維持するために、ね、我々の体がいろんな負担を負うことになりますからねですから食生活の方で弱アルカリになるような食べ方をまず心がけるこれがね、はい、もう大前提よ。はあ、もう一つ重要なのは血液のクオリティを上げるよ、はあ、血液のクオリティを上げる、ね。ある一定レベルの状態にはね、えー、しておく。そのために考え方としては 血液のクオリティを下げたり血液の酸ル化のバランスを、ね、悪化させるようなものを排除し血液のクオリティを上げる血液のペーパーを、ね、ちゃんとね良い状態にするものを積極的に食べるこれがまあ前提よねそれを知った上でよ具体的に言うとねこれ一部の方、ね、にはちょっとね不本意かもわかんないけどもねよく言われるのはねポークと揚げ物を食べたらダメよと。 これはね、えー、いろんなフィジカルリーディングの一番最初に出てくる食事のアドバイスねいろんな人がねオーポークノーフライドフードとこれ言われるんですよ、はい、なぜかというと豚肉の油とそれから酸化した油が私たちの血液を急速に劣化させるのでまずはこの二つをね排除する非常に警視のリーディングがいますねそしてその上でね言われるのは新鮮な 葉物の野菜をたくさん取りましょうと大抵の人はそう言われるねケースによってはねそれがうまくいかないケースもありますけどねなので、まあ、ご自分のね状況をよく考えて新鮮な葉物野菜を食べても良い人はね積極的にそれを取る。でね私もこれは割と最近ね自覚するようになったんだけども、はい、江戸川景子も新鮮なというのは毎回言ってたんだけども、はい、私もその新鮮さということにね そこまでで敏感でなかったんですよ<ー>ところがね KC 療法がうまくいく人とうまくいかない人がいるでなぜそこに下がるのかずっとね調べていったんならば新鮮さにこだわってた人がとても良い成果を出していたということを改めて認識してねなので最近私はねこの新鮮であるということをとても急調するようになったんですけどね。特に 葉物の地下に育つ野菜はねそこまで要求されないけども地上でパッと葉っぱをね開くようなタイプの野菜は新鮮さが重要で新鮮な葉物野菜を取ってる人は非常に血液の質が良くなるなので豚肉と揚げ物を避けるその次には新鮮な葉物野菜をよく食べるこれでまたね形詞なりの不思議な原則があってね原則というかルールというかねあってそれはね 地上で生えるものとそれから地下で育つものの比率があるんです。地下で育つもの1に対して地上で生えるものを2から3の割合で食べるあるいは2から3以上の割合でね地下で育つものとしては例えば大根とかねごぼうとかねかぶとかねそういったものよ地上に生えるものとしては例えばレタスとかクレソンセロリとかねそういったものが地上で生える。 面白いのははね、はい、人参は地上に生える方にするにすんですよ。はい、<laughs> ここがね <laughs> なんでそんなんなるって聞かないで私に <laughs> <laughs> ケイシーがそう言うんだから、はい、人参は地上に生える野菜に育つ野菜でね感情、はい、するんだということをね頭に入れた上で1対2もしくは1対3の割合で食生活を考えるといいよと。はいはい、そしてねこれがまた不思議なルールというかねなんでそんなルールなんだろうと思うんだけどもケイシーの原則ではね 葉物野菜は地上に育つ野菜の方はランチで食べるのが一番効くんだと<ー>そして地下にに育つ野菜は夕食に食べるのが良いいんだと、はい、面白いよね、はい、で地,地上に生える野菜はなるべくフレッシュなものを生で食べる方が良いと<ー>ランチにはね、はい、そして夕食には地下で生えるものを含めて温野菜にして食べても良いよと加熱調理して食べても良いよと。 これ私も、ね、しばらく理由分からなかったんだけども後にねああなるほどと思ったのは、えー、地上で生える野菜葉物の野菜をできるだけ生で食べるというのは野菜の持っている酵素とかそれからビタミン類をなるべく壊さないで食べる、うん、で地下で生育つ野菜を温野菜で食べるというのはその野菜の持っているミネラルを取りたいと。でそういうい場合には生で食べるよりも 温野菜にした方が取りやすくなるというのもあってね,ね生で食べるのとそれからあの加熱調理するのとそういうことも知ってやると上手な食べ方になるんです他にもねいくつもあるよもうちょっと言っても良い、はい、ケーシー療法で意外なものがいくつかってねこれはね1回の食事では炭水化物は1種類に限るというね主張があるんですよはい なぜかというと人間の体がね炭水化物を消化しようとするとその炭水化物を消化するための消化酵素を体が合成しなきゃいけないでその時には一番消化しややすいやつに合わせるんだそうですよでそうするとね複数の炭水化物例えばねご飯とパン食べるじゃないですかでそうすると消化しやすい方の消化酵素だけ作るの。でそうすると消化しづらい方はそのまま消化されないで ずっと小腸の方に入っちゃっ,ちゃって<ー>未消化物が増えることになる。はい、なので1回の食事では、えー、炭水化物は1種類に限る。でこれまた結構ね 細かいこと言うのよ消化力の弱い人は例えばね同じスパゲティでも茹で時間が違えば2種類に感じするんです厳しいです、ね、厳しいよ <laughs> なので自分の消化力と、まあの兼ね合いでもあるんですけどねなのでものすごいね消化力の強い人は少々混ぜても大丈夫よでもね、まあ、江戸川慶子が相談を受けた方々というのは基本的に病気の方ですからなので消化力も落ちているのでそういう方々は 混ぜないいように言いますね私もねこれ何人かの方からねいい成果ですよと、はい、今までね自分はカレーを食べると必ずお腹を壊したと、はい、理由が分かんなかったと、はい、考えてみたならばカレーにはカレーはじゃがいもとご飯だったとじゃがいもが炭水化物、はい、<laughs> で試しにじゃがいもの入ってないカレーにしたならば全然お腹を壊さなくなった、はい、なのでやっぱりね分かる人はすぐね、はい、その効果を知るみたいね。 あと分かりやすいのはね良質な大便ができるかどうかね炭水化物を混ぜると未消化物が増えてしまうので便の質が悪くなるねなので自分の便の様子からもねうまく消化できているかどうかね判定できますからなので、はい、1>, 1回の食事では炭水化物は1種類にするなねよくねお店に行くとねなんかおうどんあるいはおそば、はい、注文したらご飯も一緒に出てくる。 あれ避けたいよね混ぜない混ぜないあじゃあもうラーメンチャーハンとかっていうのはもうアウト <laughs> なんで、ね、複数のものを混ぜないと。これも不思議な原則だけども意外に有効なんですよそれからね基本的にフルーツは望ましいものが多いんだけども食べ方に気をつけなきゃいけないものがいくつかあはいというわけでいかがでしたでしょうかここで一旦ポイントのまとめ させていただきたいと思います。まず、病気治療、健康維持の大原則。4つの柱ですね。ケア、CARE、循環、動化吸収、休息休眠、以下排泄ですね。循環っていうのは、血液やリンパ、 神経。まあ、体全体の巡り、流れとかっていった部分ですよね。そして、動化吸収は、食事。何を取ったらいいのか、何を取らない方がいいのか、というのがメイン。そして、休息、休眠しっかりリラックスできてるのか、眠れているのかということ。そして、以下、排泄。ちゃんと大小便なり、汗なり、 そういったもの、呼吸もそうですよね。そういう部分で体に不要な老廃物などを出せているかどうか。毒素を体の外に捨てれているかどうか。というところ。で、このどこに原因があるかを探ることによって、私たちは自分自身のね、症状が直接そのリーディングにはなくても、 ある程度ね、あ、ここが原因なんだなとかっていうふうに、目星をつけて、それをこう改善していくためのアドバイスに従っていくことによって、病気の治療であったり、健康維持っていう部分で大きな成果を上げることができますよというところ、応用していくことができますよというところですね。まあ、どこかがわからない場合は、というかね、 全体的に健康を維持していきたいと思ったならば、まあ全て気をつけていくというのがやっぱりね、一番いいかなと思うんですが、で、この中でもですね、特に重要視されていたものとしては、最後の E の部分ですね。以下、排泄ですよと。毒素排泄老廃物の排泄これが重要視されている理由として、 逆に人々が軽視し,しがちだということなんですよね。でこの毒素排泄の定番としてまあひまし油パックとかりんごダイエットとかねまあいろいろあるんですがまあそういったものに関しては今後ですね詳しくまたインタビュー動画で三菱先生教えてくださっておりますのでそちらも楽しみにお待ちいただければなと思います。とにかくですね何かを入れるいうことで というよりも出すというものがしっかりできてるかどうかを確認してみると。でまあ現代人だけじゃなくて当時の人もそうだけどそこが結構できてない人が多くてそれが病気の原因になってるっていうことが多いよと。特にですねまあ皮膚疾患とかでその腸の中の毒素が原因になってるとかっていう例を挙げて教えてくださってましたけど いろいろね、こう病院行ったりとかって言っても、今ね、こう常識的に普通、これがね、現代医学だとかって言われている中でも、ここはあまり重要視されない傾向があったりするよというところでですね、まあ一つね、興味深いポイントですよね。はい。そして、食事、まあその毒素を排泄する、その上での何を入れるかということなんですが、 そもそも、そういう風うにですね、毒素を作らないような、というかですね、血液を汚さないような食事をしていくということですね。血液のクオリティを保つ。ね。ペーハー、弱、アルカリに保つような。まあ、どっちにしたってね、保たれるんだけど、 酸性に偏るような食事を多くとってしまうと、それを元に戻すために、体には余分な負担がかかっちゃうんだよと。それが結局ね、毒素を溜め込んだりとか、他の部分のね、機能を低下させたりということで、病気を作りかねないということなので、まあ、この栄養をしっかりとるんだとかっていうのも大事なんだけど、体に負担をかけない食べ物、食べ方というところも、 覚えておくと良いのかなと思います。で、その時にですね、ランチでは葉物野菜。それから夜はですね、根菜類も含めて温野菜で食べる。で、そうすると栄養を損なわずにビタミンミネラルしっかりね、吸収できますよと。で、できるだけ避ける食べ物としては豚肉。そして揚げ物。 このね、油が血液をちょっと劣化させてしまうんだよというところですね。まあ、ただ、これもね、人によるよとね、葉物野菜いっぱい食べなさいって言われたからといって、それが必ずしもうまくいくとは限らないと。それではない方法が適している人もいるということで、 もちろんね、それは自分の体質に合わせて、まあやってみて、ダメだったらね、変えていくとかっていう柔軟さも大事かなと思うんですが、基本はそうだよと。ノーポーク、ノーフライドフードで野菜をたっぷり食べると。お昼、ランチは葉物野菜を、特に新鮮なものをですね、生で、夜は温野菜で、根菜類も含めて、で、割合はですね、 葉物野菜がまあ2から3。そして、温野菜にする根菜類が1だよというところですね。で、もう一つ大事なのが、消化を妨げるような食べ方をしない。特に炭水化物は1回の食事では1種類に限るよと。 パンとご飯一緒に食べたりね、カレーライスの中のジャガイモ、ね、ラーメン、チャーハン、ね、うどんとご飯、そういうものをしないというところですね。で、これ、一回の食事でということなんですが、まあ、補足としてですね、ものすごいね、本当に体がもう弱くてというか、本当にね、病気でとかっていう場合には、一日のうちで一種類の炭水化物に限定するんだとかっていうアドバイスが なされたこともあるんだよということで、まあ、三津先生他のね、こう、著作とかの中でも教えてくださっていたりするんですが、まあ、それだけですね、この炭水化物の食べ方に気をつけていきましょう。ね。パスタの茹で時間違ったらダメなんだっていうぐらいですからね。でも、そのなぜなのかっていうことを聞くと納得ですよね。弱い方のね、消化に合わせてしまうんだと。 だから消化しづらい方が未消化のまま残ってそれが老廃物不要なものになってそこから毒素が発生して血液を汚してというふうにですね全体の機能を低下させて病気を作ってしまう健康を損なってしまうということで,で、まあ、ここをちょっとね、まあ、もし胃腸の調子が特にね あまりよろしくないなという人は覚えておいた方が良いのかなと思います。僕自身もね、胃腸を一度壊してるんですけれども、このアドバイスに従ってるとものすごくですね、調子が良いです。はい。で、えー、これらに関してちょっとね、一つずつ考察していきたいんですが、まずね、新鮮さにこだわるんだよというところを改めて三田先生も 最近ね、この強調してるんだということで、そのことにあまりね、重きを置かなくても逆に言うと、ある程度の人は成果を上げてるということも言えるわけですよね。だけど、成果を上げてるんだけど、一定数成果が出なかった人はそこにもこだわっていくと、より成果が上がっていきやすかったということで、本当にこの KC さんのリーディングっていうのは、 一言一句不要なものがないんだなというところがですね、改めてこう感じられたわけなんですが、だからこそ、まあその一言一句って細かいところまで見ないにしても、この四つの柱、どれ一つとして、おろそかにしていいものではないということも言えますよね。CARE どこか一つが滞ると全体のね、バランスが崩れて悪くなっていくわけですから、俺はこれはいいやとか、私はこれ大丈夫とかっていうよりも、まあもちろん一番ね、その滞らせてる部分を重点的にね、治療していくというか改善していくっていうのは大事なんだけど、他の部分でその治療の足を引っ張らないように、 やっぱり全体をですね気をつけていった方が良いのかなというところですよね。でこの以下の部分ね排泄の部分すごい大事にしてるんだというところでこの「出す」が先で「入れる」が後だよ、まあ、よくね言いますね呼吸とかっていうのも「吐く」が先で「吸う」が後だよ、まあ、全てねそうやって出さないと入ってこないというところ。 ま、入れてもね、それが無駄になっちゃうよとかっていうところは、やっぱり、この宇宙の法則というかね、そういう部分であるのかなとね、再確認させていただいたんですが、ま、その食事としてね、入れるにしても、ちゃんとその排泄を妨げないとか、排泄を逆に促進する働きを持った成分を食事として取り入れるとかっていう部分もやっぱり、 大事になってくるのかなというところですね。最近だとね、食物繊維しっかり取ろうよとかね、そういう腸内細菌しっかり入れようよとかっていうのも、ある意味そういう部分ですよね。それから生姜をしっかり取って体温めて余分な水分出せるようにしようよとか、そういう利尿作用のあるものを取ってとかっていう部分もね、そういう部分につながってくるのかなと。だから出すっていうことが最重要。なぜかっていうと、それだけ現代人はというかね、 ほとんどの人はそこをあんまり重要視してない。とにかく健康になるには何かこの栄養を入れればいいんだとかっていうことでね、やたらといろんなサプリ飲んでみたりとかね、まあそういう人もやっぱ多いですよね。だからここはあの忘れちゃいけないかなと思います。で、そのまあ入れるにしたってですよ。何か食べ物を入れるにしたって時期とかね、それから新鮮さも大事。ね。 種類も大事。ね、調理の仕方。ね、温野菜にしたり。ね、そのタイミングによっては生で食べたりっていうのも出てきましたね。それから、組み合わせ。炭水化物、炭水化物、ダメだよとかね。次回またちょっと食事について、もう少し詳しいお話出てくるんですが、ここでね、あの、フルーツの食べ方とかそういう組み合わせのお話もよりわかりやすいお話出てきます。で、とにかくですね、この消化不良を起こさないようにということなので、 まあ、炭水化物、炭水化物とかね、あるんですが、これ、実はですね、こういう考え方っていうのは、すべて、体のことだけじゃなくてね、人生生きていく上で、全体的に当てはまることなんじゃないかなと、こう、ちょっとね、自分でも編集しながら感じたんですよ。というのは、例えば、知識をね、学んでいくにしたって、 やっぱりある程度一つのこと集中して学んでいくのと並行していろいろやっていくのとではまあその人のねいろんな能力によって変わる部分もあると思うんですが基本的には一つのこと集中して覚えようとか学ぼうってした時の方が消化不良を起こさないかなと思うんですよねこれも学んでこれも学んでこれもみたいにねいっぺんにやろうとすると あれ結局何が大事なんだっけとかってなりかねないので、で、実は今回の動画もですね、三沢田先生のお話30分ぐらいあったんですよ。で、わざとこの半分で切らせていただいたのは、あんまりいいろね、詰め込みすぎると、大事な部分がね、あの、しっかり腑に落ちないまま、消化しきれないまま、ね、難しい部分は未消化で残っちゃうと、せっかくの三沢田先生のお話もったいないなと思ったので、あえてね、そういう部分も、あの、自分で気づいたので、 ちょっと今回短めにさせていただきました。で、そんな感じで、あの、例えばですよ、以下の部分、排泄が大事なんだよとかっていうのも出てきたじゃないですか。これもね、生きていく上で全てに当てはまることなんだって考えるならば、あの、不要な観念、ね、ずっと自分をこう縛り付けてしまってるような、こうあらねばならないとかね、自分の トラウマみたいな、それから劣等感とかね、こういういらないものを、まず手放す。んかどう生きたら幸せに生きられるんだろうとかね。まあ、健康もそうですね。どうやったら健康になれるんだろうとかっていう知識とか考え方っていうのも、私たちが気づいてないうちに、いらない考えとか知識みたいなのが、いろいろこう、溜まってるっていうこともあるんじゃないかなと。だから、いろいろこう学ぶんだけど、 結局、最初に不要なものがたんまり溜まっちゃってるから、大事なものが入ってこない。ということは、まあ自分のね、考え方とかそういうものを一旦こう手放す。で、素直にそういう誰かから教えてもらったことを受け入れて、で、しっかり消化して循環させるっていうのは行動に移していく。で、あんまりギュッってならずに、やらなきゃとかってならずに、 ある程度リラックスしてやっていくとかってねこのケアという考え方は人生全般に応用できる考え方なんじゃないかなと勝手に感じましたよというお話でした本当にねあの生きていくってなるといろんなことがね大事になってきますよねもちろん自分に向き合っていくっていうのは大事ですだけどそれと共に社会性も大事ですよね周りの人と 会社の人であったりね、いろんな人とどんな関係性を築いていくか、家族、友人も含めて、それから、経済っていうのもおろそかにできないですよね。その社会性っていう部分からも繋がってきますけど、お金がないと、仕事をしていかないと生きていけないわけですから、ここも重要になってくるし、やっぱり知識っていう部分もね、さっき言ったように、あの、出して入れるとかっていうのも大事になってくる。 だからといってずっと頑張れだけでは生きていけないから、ある程度休息も必要になってくる。とかね。まあそういう部分で、あの、こういう、なんだろう。江戸川景シさんの考え方だけではなくてですね、なんかこう、いろんな本を読ませていただいてて、僕が感じているのは、本当にこの宇宙の法則というかですね、原則みたいなものって、すべて、 ミクロからマクロまで矛盾なく当てはめられるものなんじゃないかなと、勝手に未熟な僕なりに感じてますというお話です。はい。というわけで最後ね、もうちょっと初感なんですけれども、これ、あくまでも原則。ね。で、どこまでも原則。どっちやねんって話なんですけれども、これどっちもだと思うんです。どういうことかっていうと、あくまでも原則ですから。ね。あの、 例外的な人っているわけですよね。例えば炭水化物炭水化物ダメだよと言いながらも、全然ラーメンチャーハン平気みたいな、もう大好きみたいな、なんならそこにね、デザートまで加えちゃうとかっていう人だっているわけですでも平気な人もいれば、僕みたいにもうそんなことをやったらもう一日寝込むぐらい弱い人もいるわけで。だけど、それをね、比べてね、文句言ってたってしょうがないんですよね。もう、今回はね、この人生は、 この体で行けと、ね、神様が言ってくれてるわけで、あるいは自分で選んできたわけで、それにこうね、例外的な人を見て不平を言っても仕方ない。だからもうこ、の体をどう乗りこなしていくかというかね、使っていくかっていう時に、この原則を学んで、しっかりケアしていくっていうことは大事かなと。だけど、どこまでも原則っていうのはどういうことかっていうと、 そういうね、多少例外的な人でもずっとそのことを繰り返していくと、肉体の使い方としてはやっぱり正しくはないわけで。だとすると、それが積み重なっていけばどこかでね、胃腸を壊しちゃったりとか、血液が汚れすぎて病気を作っちゃったりとかっていうのもするので、原則は原則として、自分はこれはある程度平気だけど、でもいつもやってていいわけじゃないんだよなとかっていうのは覚えておいた方がいいのかなと。 思うんですよね。どっかで破綻しますからね。例えば僕は胃腸が弱くてそういうことはできなかったりするけれども、多少無理してね、長時間働くとかっていうことは平気だったりするんですが、それもね、原則としては、ちゃんとレストね、してないなって思い返して、あ、やっぱり気をつけなきゃなとかっていうふうに立ち返っていくっていうのはね、大事かなと思うんですよ。だからこのケアっていうのは、私たちのこの人間の、なんだろう、 体の取扱説明書があるとしたら、その、もう一番ね、表紙に近い部分というか、確信の部分で出てくるものなのかなと。ね。だから自分の肉体に当てはめて、あくまでも原則、どこまでも原則というところを忘れずにね、えー、やっていくのが大事なんじゃないかなと。 思いました。で、僕は原則を今無視してすごい楽しいことがあるんですけれども、最近ご飯の後にですね、あの、美味しいベーグルを食べるのはすごい幸せでですね、まあそういうことも分かった上でね、やると多少ブレーキが効くと思うんですよ。で、さらにね、あ、これ炭水化物炭水化物やってもある程度平気なぐらい 健康になってきたなとかっていう実感してちょっと嬉しかったり、でもちょっとね、調子悪くなったらやっぱこういうのダメだなってやめてみたりとか、そうやってやりながら人生を楽しめるようになると思いますので、 何度も言いますけど、あくまでも原則、どこまでも原則で僕はこれからもやっていきたいなと思っております。ということで、次回はですね、食事法の続きです。果物の食べ方、嗜好品、コーヒーとか紅茶の飲み方、そして野菜のね、食べ方で特に人参とかのね、凄さね、視力にトラブルがある人にはこれがおすすめだよとかっていうお話もしていただいた部分、ご紹介させていただきます。ぜひ、 楽しみにお待ちいただけますと嬉しいです。それでは今日も最後までご覧いただきましてありがとうございます。よろしければチャンネル登録や高評価、コメントなんかいただけるとものすごく嬉しいです。では今日も自分の CG は自分ということを忘れずに健康でお過ごしください。皆さんが健康で幸せでありますように今どんな状態にあっても必ず良くなっていきますから大丈夫ですよ。今日もありがとうございました。